押したいな、これを押したいな。はい、動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。輝く未来を君と見たいから、ウマ娘プリティダービーやっていきましょう。待ちかねこきたる編、続けてやっております。はい、お出かけはいいか、お休みもらっとこう。もうここはね、休息はバッチリ。ナムナム、おはようございます。トレーナーさん、ご機嫌だな。それはもう、だってものすごい夢見ちゃったんです。夢見ちゃったか。白浮様と一緒に、富士山で鷹を見ながらナスを食べる夢を。おかげで今日は、会長ハッピーなのです。これ見たっけ？会民会長の時って。まだ見てないよね。きっと白浮様が頑張れってパワーをくれたんですね。白浮様が許してくれたんだよ。神の力というよりもよく眠れただけだったと思うが、とにかくしっかりと休めたようだ。おお、やったぜ全回復。ここんとこ回復の調子悪かったからね。試合終了、練習試合終了後直後、2人の馬娘が困惑した表情でキロについていた。試合終了直後、こんなにイベントをこんなに間を空ける？前回は相手にも、ならないと思っていたが、してやられたな。どうだい、うちのチームは。チームファーストに勝利するあと一歩のところまで成長したチーム。喜ぶ一方、帰国した秋川理事長の、樫本代理に対する処遇は様子見だった。学園は何も変わらず戸惑ったまま数日が続き、理事長は一体何をお考えで、学園は一体どうなるのでしょう。大丈夫ですよ。だって、私たちが青春杯で勝てば一件落着ですから、ね。そうだな。そう気持ちを切り替えてトレーニングをしていたある日のこと。福ちゃん、もうちょっとで新記録だって、頑張れ。開運ダッシュ。相変わらず力強いこの叫び声。叫び声だけは力強い。トレーニングに励む中、人知れずそれを覗く人影があった。あ、リトルココンだ。また嫌味言いに来たのか、この野郎。何をココンとしてやがるっつって。一緒にいると頑張るぞって気持ちをもらえるチームなんです。チームね、気持ちをもらえるね。奇遇だねリトルココン。うわ、なんでいんの。やっぱり気になってビターグラスも来たのか。ビターグラスはこういうのちゃんとしっかりと見に来そう、偵察しに来そうだけどね。はい、ちょっと、口が乾いちゃったのでね。あ、君と同じさ、偵察だよ。してやられっぱなしじゃ嫌だからね。リトルココンはちょっとなんか思うところあってきた感じですけど、ビターグラスはもう単純に実力をさっきの、練習試合の時の実力を考慮して見に来たっていう感じかな。しかし、しばらく見てて思ったんだが、声援に励まし、うちとは真逆。むしろ、うちのチームが排除したものが多く、なんというか、判断に困ってる。君はどう考えている？ビターグラッセの問いかけに、リトルココンは迷うように視線を落とした。樫本トレーナーのプログラムは悪くない。実際、成績は伸びたし。対してあいつらは仲良し小よしの甘い覚悟でやってんのに、私たち以上の伸びを見せた。ああ、多分、まああれじゃないですか、
タートダッシュの時の何、スタートダッシュの差じゃないですかね。樫本理事、樫本代理のプログラムだと、まあ最初のうちからしっかりとしてるから、そこで、順調に記録が伸びやすいのに対して、まあ晴れの日ランナーズのところでは、まあ最初のうち、途中から能力が上がってくるっていう感じですかね。だから今あいつらに会って私らにないものを考えていたんだけど、答えが見つからないと。見つからないっつうか、認めたくないっつうか。と、顔のし、顔を上げ、眉間にシワを寄せた。行くよ。やば、こっち来た。場所変えよう、ビターグラッセ。なるほど。つまり、我々は無意識に限界を作っていた、と。ざっくり言えばね。リトルココンは小さくため息をついて、口を開いた。私らは樫本トレーナーの正確なプログラムを信じてる。信じてるからこそ無意識に満足してた。プログラムさえこなせば強くなれるって。言われた通りにやることも大事だけど、言われた通りにしかできないっていうこともちょっとまあ問題かもしれないですね。対して向こうは一度負けたからこそ限界を超えた。仲間のために頑張ったんだ。仲間のためにか。ビターグラスはそうしばらく考えを巡らすと、試すようにリトルココンを見た。よし。じゃあ我々もあの子たちと同じように力を合わせてトレーニングでもしてみるかい。するわけないだろ。まず無理。私チームメイトを仲間だとか思ってないし、仲間だと思う必要はないよね。必ずしも仲間だと思う必要はないよね。びっくりした。しかし、じゃあどうするんだい？どうしたいんだい？私だけじゃない。みんな、仲間のためなんてのはピンとこない。でも、樫本トレーナーのためなら、きっと限界の先を目指せるはずだ。そんなひそやかな会話が行われた翌日、チームファーストはそこそこと、こそこそと、胎児のウロへ集まっていた。ねえ。話は聞いたね。みんな賛同したってことで、賛同したってことで OK？ 神妙な顔をしてうなずくチームメンバーを確認し、リトルココンは一冊のノートを取り出した。それには、こなしたトレーニングと日付、その効果がびっしりと走り書きされている。実はさ、今後追加のトレーニング内容を決めるのに樫本トレーナーのプログラムを分析してみた。これがかなり細かくてさ、体調とか能力値で負荷が、細かく変動してるんだよ。すごいな。分かってはいたが、樫本トレーナー相当緻密に計算して組んでたんだな。理解すればするほど、あの人の私たちへの理解度と、管理能力には舌を巻く。ビターグラッセの言葉に、周囲のチームメンバーたちが、深くうなずく。でも、私たちは樫本トレーナーの 100% の理解度を 120% で超えなきゃ。与えられた、定義の中で収まってたから、私たちはダメだったんだ。リトルココンの、まあ、この、返答は確かにわかるんですよ。ただ、そうなると、樫本代理が、ね、提唱した、その管理下で、ウマ娘の徹底した管理で、能力を上げるっていうのを、それがちょっと、崩れてくるのではないかな。樫本理事
を、代理を信頼しているからこそ、やったことなんだけども、それは同時に樫本代理の、樫本代理の、理念を、否定してしまう形になってしまうのではないかなとはちょっと思いますけどね。そしてその日からチームファーストは、秘密の追加トレーニングを始めた。さすがにトレーニングはきついな。足が重いし、ちょっと眠いし。やってやる。弱音を吐くなよ。もう一本、いや、二本はいけるっしょ。もちろん。ああ、見られちゃった。見られちゃったが、あのあと、あれを見てしまった樫本代理はどうなるのか。さあ、継承の時間ですね。白浮様、誰ですかって言って。三女神に怒られるよ。また服に頼ろうとしてる。みちみちってきたよ。お、スピードの因子が発動してるね。いいぞ。究極帝王ステップやったでって。あ、はい。なんと、やります。ファン感謝祭だ。ねえ、先週、先週じゃない、前回ね、前回のレースでボコボコに。ボコボコに記事書かれましたが、ファンは来てくれるのでしょうか。今日はファン感謝祭、来ました、来てしまいました、私の命日が。一緒にスポーツをして過去は汗に流そう。では許されないんでしょうね。確かにね、前回のレースでやってしまったあの振る舞い、元ファンに問い詰められて、私はお星様にそこまで何、そこまでボコボコにされなきゃいけないの。さすがにそこまではないかな、うん、そうでしょうか。でもある意味チャンスですよね。せめてお詫びはしたい、お詫びはしたいです。ウマ娘会の片隅にそっと置いてもらうために。そうだね、怠け者娘から抜け出そうね。そして全、種目終了後のふれあいトークショー、待ちかねクキタルがステージに立つと、ドドドド、どう捉えればいいんでしょう。このどよめき、怒号よりはマシですが。待ちかねクキタルさん、春の目標を教えてもらえますか。ゲボゲボを吐くな。 いきなりそこから、そこ来ますか。春の目標はですね、縁側で静かにおせんべいを食べながらお茶をすすることです。ずずず、逃げるな。あはは、で、本当の目的は、ほら、逃がさないぞ。後ろからぴったりついてくるよ。容赦ないですね、この人。あの、トレーナーさん、行ってみたら。正気ですか、本気ザイモンですか。何、本気ザイモン。どうなっても知りませんよ。皆さん、私めこの春の目標は、いえ、目標というか、夢は、宝塚記念に出ることです。ひえ、行っちゃった。3回言わない、あ、大事なことだからね、3回言わないとね。どうしましょう。母は、物投げないでください。敷地内はきれいに。って、あれ?拍手?どうして?まあ、訓練されたファンはね、待ちかねをくきたらは、まあ、こういうところもあるよっていうね、大きな気持ちで大きな気持ちを持っていて、持ってくれてたのかもしれないですね。いいぞ、頑張れ、待ちかねくきたる。応援に行くからな、絶対に出てくれよ。皆さんどうして?あんなにだらけたみっともないレースをしたのに。ああ、あれは笑ったよ、ひどいなって。でも、なんか憎めなくてさ、調子に乗っちゃうときってあるよな。俺、持ってるって親近感湧いちゃったっていうか。親近感?
じゃあ私のことまだ見放して。見放したにはしないよ。菊花賞じゃあんなに一生懸命な姿見せてくれたじゃないか。いい時も悪い時も一緒だよ。宝塚記念絶対出てくれよな。投票するから。皆さん神ですか、仏様ですか、なんて慈悲深き。トレーナーさん、涙が、汗が、いろんな汁が止まりません。こんな、いろんな汁はやめなさい。頑張りますよ。はい、私、もう一度やってみます。幸運を願いながら、必死に崖をよじ登ってたあの頃のように。皆さん、その説はすみませんでした。私、自分を見失っていました。今後頑張っていく、なんだっけ、縛りじゃない。として、スクワット108回にします。けじめ。違うな。それで多めに見てください。ダメです。温かな失笑が、会場に満ちる。その後、マジカネ福キラはどうにか宝塚記念の出走権を得ることになる。これで体力減るのか。あ、スクワットした分ね、体力減ったんだね。やめてください。16分ですね。はい。じゃあトレーニングしていきましょうかね。パワーが上がる。パワーを上げるか、スピード。根性。どうしよっか。スピード。まあ、まだ5ターンもあるからな。ああ、どうしよう。パワー。いやスピードもちょっとね、心配になってきたから、スピードの方を。根性か。いやスピードを上げたいんだけども、いや、ここは根性にしておこうか。根性ってあんまり低すぎるとね、ダメですからね。ある日トレーニングコースで、シュタタタタッと、なかなかいい感じかも。今のどうだった。伏兵さん走りって言うんだよ。伏兵さん、昨日読んだ漫画でね、伏兵っていう馬さんがね、シタタタタって走って大活躍してたの。みんなびっくりしててね、すっごくかっこよかったんだよ。だからね、朝からずっと、まねっこしてるの。それで疲れた。伏兵さんになるのは大変だね。計算でいいのかな、なんか違うな。正しい意味を教える、休んだ方がいいと伝える。ちょっと待って、本当にこれ合ってんのかな。へじゃない、伏兵だね。伏兵だ。伏兵ですね。伏兵の正しい意味を教える。ほうほう、なるほど。注目されていない子が勝ったから伏兵って呼ばれてたのか。ごめんね、俺この下の会話文を集中して見てたから、上の今回上のサポートカードのイベントの題名全然見てなかったんで、ここに答え書いていたね。ね、これ漢字なんて読むんだろうってさ、わざわざちょっとパソコンで調べてた、調べてて上に答え書いてあるのに。なんかすごい無駄な時間を
ね、作ってしまったっていうかね、もう見てる人にとってはなんで上に答え書いてあるのになんで読めないんだろうっていう多分そういうね、疑問を与えちゃって申し訳ない本当にね。じゃあ私も勝ったら福兵って呼んでもらえること、もらえるってこと、福兵かなカルーララは福兵なのかな、だってまだ一着取ったことないもん。よし、私も福兵さん目指して頑張るぞ。その時ふとひらめいた、このアイデアは待ちかねくきたるとのトレーニングに活かせるかもしれない。待ちかねくきたるの成長につながった。まあ確かにね、ハルウララ、まあ実際にレース見たことないんですけど、レース見たことないとか追っかけたことないんですけど、ハルウララって、もう、毎回レース、負けてるらしいじゃないですか。だから、もし、1等とか、1位とか取った時って、結構それはそれで、番狂わせで大荒れするんじゃないですかね。したんじゃないですかねとは思うんですけど、どうなんだろうな、1等取ったことあんのかな、あ1等じゃない1位取ったことあんのかな。福兵ね、さあトレーニングいいね、ちょうどいいね、あーいいっすね。いや15か、ここはこれでいって、お、あー、ここでパワーか、パワーを出すか、あれ3ターン、青春杯まで3ターン、あと3ターン、あれこれ次のレースと青春杯ぶつかるんじゃないの、これ次のレースと青春杯ぶつかったらどうなるの、同時レースっていうこと、じゃあちょっとスピードの方を50にしたいか、500にしたいかなと思うので、スピードを重点的に上げて、あーデキン記者だ、お、やったぜ、あ、違う、アップじゃないね、おーおー、そうきたか、あー21、ここでやって休憩に入るか、ゴー、よし、お疲れ様です、さてこの時期、あー夏合宿、はい、お願いします、夏合宿7月だから6月前半なので、どうしよっかな、合宿で休みを取るかな、二単語だしな、これはもうさすがに、お休みをもらわないとね、うん、上がりも上々、さあ本番、あ、そっか、ターン終了後だから、あれ夏合宿突入しちゃうな、さあ能力を久々に、どうしようかな、一陣の風が欲しいなとは思う、でもレース順番、レース帝王の力はちょっとレースの状況を見てからにしようか、とかもう言ってられないよね、そんなこと言ってられないな、あでも一陣の風
欲しい。いや、違う違う。わあ、迷う。ああ、そっか。究極対応もそれか。52まで下がられるとな。あれ、待ち金来たって。あー、違う、あ、まあいいや。勝負、好調です。レースでもいい感じに力が出せそうですよ。差し追い込み、こっちを持って、こっちを持って、あれ、一陣の風を目指す。さすがにもうそろそろスキルは、取っとかないと多分勝てそうにないからな。途切れたはずの途切れたはずの栄光への、賛同でも、それを小さな願いが一つまた一つ集まって、もう一度切り開いてくれました。この春ラストの大舞台、宝塚記念。大舞台なのか大舞台なのか、見放さないでくれたファンがこの切符、見放さないでくれた、ファンがくれたこの切符、これちょっとややこしいな。見放さないでくれたファンがくれたこの切符っていう。決して無駄にはしません。トレーナーさん、ベストレースをしてみてますから、もう大丈夫だな。前は幸運だけをかき集めて勝負してました。占いだけが頼りでした。でも今の私にあるのはたくさんのファンの思い、今までよりずっと強いもの、私の勝ちたい気持ち、そしてそしてファンの勝ってほしい気持ち。ファンの勝ってほしい気持ちって何よ。そこに幸運のトッピングが乗っかれば、もう怖いものはありません。そうだね。幸運はもうほんの一つまみでいいんだよね。このレースは運任せじゃなくて、私の意思で走ります。そう、メインはそれ。ちょっとかっこよすぎ。ですよね。自分でもそう思ってました。言い過ぎ。でも、気持ちは本物です。おめでたい結果、絶対ガラガラポンしてきますから。ガラガラポンって何？ガラポン？わー、ぐっしょり。せっかくのね、勝負服がぐっしょり。これ、重そうだな。よくよく考えてみると、勝負服で、雨の日に勝負服ってさ、着てる服の、その布の厚さでさ、結構スピード落ちない？ハンデにならないかな？ね、そういう描写はあんまりなかったけどね。はい、じゃあちょっとレースは見てみましょう。走りがどんなものかね、確認しないとですね。はい、お、そうか、アップデートであれか、画面のあれが変わったのか。じゃあレース横画面、今まで縦だったんですけども、この横画面で見てみましょうか。レッツゴー。長い。おお、初の横画面レースですよ。こんな感じで表示されるんですね。さあ、白沖様は力を貸してくれるのか。 G1 ねえ、宝塚記念、阪神芝2200。票に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。人気と実力を兼ね備えたエアグルーヴ、今日は3番人気です。
この評価は少し不満か。2番人気はこの子グラスワンダー。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。2冠馬娘マチカネ福来たる1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭争いはサイレンス鈴鹿、メジロマックイーン。17番期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネ福来たる、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は9番、少し離れて6番、4番手にはメジロマックイーン、その外並んで10番、外目をついて17番、14番、並びかけてきた。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。届きました9番、1馬身離れて10番、それを見るように17番、少し後ろから6番、さらにはグラスワンダー、少し離れてメジロマックイーン、それを見るように14番、3馬身差メジロライアン、少し後ろから15番、それを見るように16番、その外並んでゴールドチップ。向こう正面に入って先頭はサイレンス鈴鹿、順位を振り返っていきます。依然先頭はサイレンス鈴鹿、続いて9番、その後10番、後からグラスワンダー、その外並んで17番、少し後ろから6番、少し離れて14番、その内並んでメジロマックイーン、さらに15番、そしてその後ろから行くのはメジロライアン、ゴールドシップ。並びかけてきたマチカネ福来たる、並んできた1馬身離れて16番、そしてその後方には5番、少し離れてエアグルー、さらには1番、その内並んで7番エイシングフラッシュ。最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。勝ちましたね。横画面、そうか、あの勝利画面の時は縦に戻るんですね。まあでも横画面での、レースもなかなかでしたね。今まで縦画面でしたからね。まあ外にいたっていうのが一番あれですかね、勝利の勝因だったんじゃないですかね。なせばなる、なさねばならぬ何事も。どうですかトレーナーさん、やりました。宝塚記念で奇跡の大復活、やりました、私やりましたよ。ファンも大喜びだな。ええ、スタンドから聞こえてくる歓声が、そりゃもう嬉しくて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 っつって、違う違う、この調子で夏も突っ走るしかありませんね。てわけで久々のこれ行ってみましょう。お、出たね。何が出るかな、おみくじタイム。次のレースを出たとこ勝負で決めちゃいます。また今回は投げやりなわけじゃありませんよ。前回は、前は運任せでしたけど、今日は脇やりです。お、ではトレーナーさん、おみくじを引いてください。用意スタート。もうすでに決定されたおみくじじゃないよね。これだ。結果はなんと目標レースが小倉記念になった。これさ、ランダムなのかな。なるほど。小倉記念、夏の九州大熱戦、火の神が住まう地へと参りましょう。これで夏の予定は決まりですね。ちなみに今回は本当に運にすがったわけじゃありませんよ。じゃあどんな理由で。それはどんな運命でも受けたとうってことです。受けてたとうってことです。力を合わせてハッピーな夏にしましょう。別にあれか、ここにチャレンジするっていう決まったわけじゃないんだね。
はい、宝塚記念はね、見事1着でゴールインしました。次の目標は小倉ですね。そして、立て続けに青春杯だよって、ついに青春杯プレシーズン4戦目を迎えた。頑張れ頑張れ頑張れライスライス、落ち着いてライス、何してるんだ。あ、そのいつもライフの不幸のせいでみんなに、迷惑かけちゃってるから、せめて少しだけでも力になれるように応援の練習をしてたの。きっと力になるよ。ほ、本当だったら嬉しいな。さあ、青春杯開幕ですね。プレシーズン4戦目。スキルの方は？いや、100か。じゃあ、いいや。チーム編成の方はどうでしょうかね。お任せ！変わらない！じゃあ、これで。順位にアタック！鍛えたからね。じゃあメインレースだけを見ていきましょう。レッツゴー。3番マチカネ福来た。4番にこれも横画面で見ていきましょうかね。いいね、横画面迫力があるね。あー、どうしよう。一旦切ります。